決勝戦に選ばれし2チームを呼び込みましょう。もう呼び込みますか。はい、呼び込まさせていただきます。ドキドキするね。それでは参りましょう。 A、B ブロックのバトル勝者、イエス、こっちに入ってこい、ワセダブレイカー。イエー、ワセダブレイカー、ワセダブレイカー。 OK、 それでは検索隊の CD ブロック代表いきましょう。こちらチームはエアリアル。
白熱のバトル15分では物足らないといったような、ね、はい、試合展開見せてくれました。はい、っていうかね、っていうかね、すごい、すごいなさ、熱い、すごいな、いいバトルでした。さあ、ということで、はい、先ほどマストブレイカーズとエアリアルがやっと来ましたね、この時が、戦ってくれましたけども、この時が来ましたね。さあ、と思いきやですね、ちょっと皆さんにちょっとお知らせが、はい、お知らせが、なんと審査員のおさんがですね、審査員のおさんがですね、お三方ですよ、あ、おさん、あ、審査員のおさんじゃなくて、お三方がですね、もうね、はい、話し合ったんですが、話し合ったんですけれども、決められないと、もう決まらない、絶対決められないと、決めれません、もうなんかどこをどう悩んでも決まらないし、このまま話し合っても決まらへんと、そう、絶対無理っていうなってしまいました。はい、そこでなんですが、はい、特別ルールのエキストララウンド、スペシャルエキストララウンドといたしまして、はい、まだルール変わりまして、はい、はい、5ムーブ5本ずつです。はい、ルーティンからの、ソロも一応1ムーブですね。はい、しかもその5本の、延長戦をし終わったら、はい、もう即座にここで決めてもらってみんなに並んで発表します。じゃあそれではいきましょう。 Yes! スペシャルエクストラランド DJ クニー、Are you ready? Yes! This is What's the Breakers vs. Air Real Low! Are you ready? バトルスタート！
張感っていうか、そのなんか空気が感じられる、ね、すごかった。これすごい緊張するね。そうですね、僕は緊張してるわ。さあ、ということで、スペシャルエクストラウンドとして5ムーブずつを大田中はカレーに取りました、はい、今日エントリーしてくれた全チーム、この2チーム以外の全ての気持ち、魂を背負ってこの2チームが決勝のバトルを展開してくださいました、はい、果たしてジャパンイルミネーションと銘打ってこの日本川崎クラブチタダンスの聖地にて行われた UKB ボーイチャンピオンシップ2004、果たしてどちらのチームが制してロンドン行きを決めるのでしょうか。レペゼンジャパンはどちらの栄冠に。それでは発表します。 UKB ボーイチャンピオンシップ2004レペゼンジャパン、日本代表チームとなったのはこのチームだ。Thank you.